ね。あの何学部何学科っていう言い方もします。例えば薬学も薬学も薬学科ですね、はい。例えば文学部やったら何種類かあるんだ。文学部、英文学科、はい、その人の集まりの、そう、大きい学部があってそんな風に学科がいくつか分かるぞみたいな感じですね。で、さっき言ったように本当、日中軍団は高校入試の方も頑張ってくれちゃって、ね、日中全員合格しましたし、大学受験は本当にね、あの何級ぐらいあったんですか。4級ぐらいか、高校3年。いや違う、4級じゃ効かんか。何歳の18、今あたりは何歳、13、じゃあ5級ぐらいかな。僕上ね、の人たちはすごいこう、あの不思議なんですよ。何があるんですよ、やっぱこう。相当人死に打ってる。なんか平均とか高い年とか低い年とかあってね。全体的によ。なんかしら、その何年生まれっていう周期があるのかもしれませんけど、全体的にね。で、ここはすごい頑張った人たちが多かった年ではありました。はい。ということで、まあこれなんでこうみんなにね、まあ、大学やらまあ関係ないと思うかもしれんけど、この高知はっきり言って通過点なんで、最終的にここなんですよ。で、ここは仕事に関係ある学部に行かない。結局ね。だって、建築学科に行って建築士にならなかったら意味ない。ね。趣味でしたので、犬小屋作りましたから、そんなんで生活できる気ですね。で、この人一級建築士となったら、俺の友達建築関係のやつがいたけど、例えば、スカイツリーから、東京のスカイツリーから、ね、あれ作ってる大きい会社があるんですよ。そこの会社とかにの本社にいるんですよ。だからあれ俺が作ったとか言うの。もうすごくない？なんかね、スケール大きいよね。みんなこうスカイツリー記念にこう見に行くけど、実はあれ俺が作ったんだよ、いうことが言えるっていうのはなんか建築学科のいいところではありますね。それからあの同じ日中出身で、あの福大の理学部科学科の長澤君のチームは本当に科学だけ好きなんです。理学部っていうのはそれだけ研究するんですよ。でも科学だけ大好きなんです。もう常に科学のことはなんか嬉しそうに話をしてるけど、他の英語とか言っても元気がなくなるんですね。だから皆さんが、まあ、この人は研究の方に行くかもしれませんけどね、どういう方に行くかということです。専門学校でも OK です。例えば俺逆転の法則ってよく言うけど、すげえ難しい大学出ましたね。例えば俺の友達が忘れるんだけど、一時期はね、うどん屋さんやったり、まあ、その人は面白い人なんで言っちゃいいんだけどっていう人がいたりとかですね。で、例えばなんかね、この看護師さんになるとそもそも給料いいんですよ。特に夜勤とかするとね、給料いいですね。よかったね。まあだから普通のスーパーだったらね、あの時給750円とかの世界でさ、まあ、最低賃金が決まってますんで、それ以下の賃金で働かせたいチャンスがあるわけですね。今700何十円かです。今、その最低賃金法でカツカツ働いてよ。で、パートとかしてお金がね、月に7、8万とかだったら生活できませんか。はい、その点看護師さんはとても大きいです。はい。ですね。麻生看護大に通ったこの人がですね、ブリチの人だったんですけど、ブリチでいいですよ。看護師になるんやったら。別に普通科に行って苦労する。ブリチってすごい楽しそうですよ。僕は通信で。はい。で、しかも、あの、ブリチってね、教科書は違うんですよ。同じ普通科なんですよ。看護普通科やけど、普通科普通学科と普通科のブリッジコースがあって、で、教科書が違うし、中間期末の範囲も違うし、進路も違いますから、科目の中で唯一ハッピーなコースです。あとはもうすげえ、もう理数科とか死んでます。もう課題が山本のせいです。はい。このブリッジって東ぐらいの東ぐらいです。はい、東ぐらいで行けます、ちょうど。で、もう一個いいのは、洗顔っていうか推薦で行ったらほとんど入ります、うん、そこの狙い目です。はい、ですね。あとはまあこっちで言うとね、あ、ここ大学でずっと話を引っ張ってすみません。ですね、
高校行きます。でですね、実は北九州高専っていうのは聞いたこと、高専って聞いたことがある人。チラシが来てました。おお、そうだね。これ高等専門学校という正式名称なんですけど、福岡県はすげえでかい県なんで、福岡県3つあります。高専、北九州高専と久留米高専と有明高専。で今言った順に学校のレベルが北九州高専が一番高いんです。だこの人はカフェラの学長で入ってきてたんですけど、なんとプログラマーになりたい。ゲームを作りたい。はい。ゲームを作りたい。というわけで、で、高専だったら、そういった勉強できるということですね。だからたった一人、友達も一人、これ一中なんですけど、あと一人いくつというのは、だって友達がほとんどおらん世代に取り込んでいくわけですよ。でも将来の仕事のことを考えて、もうあえてここを選んだわけですね。いろんな道があります。ね、それから海田中学校、あの人書いたよね、あの、みきちゃん、みきちゃん。同じ、今日休みの会のみきちゃん。ああ、そうそうそう、そうそう、海田は小中1回駅ね、7年生なんです、ね、中学1年、7年生、最高9年生ですからね、長生きしようとみたいな感じです。それで、あそこはね、倉手と川本、両方受けられるんですよ、どっちでも自由に。航空が重なってます。今、倉手高校が顔よりちょっと上です。レベルが。はい。顔の普通科はもう、今年の1年は特に低いですよ。だから、顔を行きたい人は行って、学校を改革してください。ね。で、東の人もそうなんですけどね。で、これ正直言いますね。正直。顔と東とね、一人ずつ落ちました。で、落ちた人はこっちに行ってます。こっち。私立通ってますから、さっきね。これ最終的に行く高校が決まった人たちの人数で、実は東を受けた人は、本当はもう最初、志向館って言ったんですよ。ただ、こっち側に通ったので、もうこっちでもいいので、ちょっとチャレンジしようみたいな。で、もうお互いにちょっと厳しいなっていうのが分かってました。もう一人の人はですね、行けるかなと思ったら、これが激しい感じです。いい時と悪い時は何が激しくて、まあ、勉強したいという気持ちの問題もあったかもしれないけどね。で、点数の波が激しくて、ちょっと本番があんまり取れてなかった。数学で失敗した。今年数学難しかった。今年試験が変わる年だったのね。で、これ一番上にですね、31名中って書いてください。全部足したら31人います。31名中。ここに書いちゃって。ね、実はあのスーパー都心とか東中人たちもいるんですよ。特にあの日中軍団はね、スーパー都心が通っちゃったんですけど、結局どっち行くかってなったら、まあ、顔を選んだっていう話ではありました。スーパー都心は顔以上にきついと思うんですけど、通します、ね、確実に通そうとしますから、そこがちょっと強いかなって。9時ぐらいまで勉強したりとか怒ってしたりとかしてますからね。はい、ということで皆さんも2年ぼっち言うけど結構早く来ますんで、あっという間に来ますから、少しずつ将来のことを考えてください。だいたい毎年ね、こんくらいの人数になるんですよ。3年生の最後ら辺になったらですね、30人ぐらいになって、でもこんな今年はバランスがいいけど、去年はですね、顔を受けた人が4人ぐらいしかいなかったんで、めっちゃ少なかったんですよ。さあ皆さんはどこを受けるか考えてください。いいですね。で、すみません、クオカードを買ってきましたんでね、これと、4枚をきれいな封筒の中に入れてですね、すみません。で、今の3枚をですね、
ホッチでプレに入れて、で、パソコンの時から強くなります。なんか、障害でもいいですかって言われたら、障害でもいいよってことはしました。はい。あ、ごめんなさい。止まりました。すみません。で、このクオカードはですね、今まで図書カードやったんですけど、今年からクオカードに変えたのですね、クオカードの方が使う場所はね、図書カードは本屋さん。本屋さんで CD とかも買えたんですよ、本当は。あるんですけど、こっちやったら、本当、コンビニとかで使えますので、ぜひぜひ。あれですよ、自分の口座だけでもいいですよ、別に買えなくても。この自分がどういうものかっていうのをちょっと体験してもらえればいいので、ですね。先生、どこに出すんですか？あ、なんか、おったね。ね。じゃあ、あんたの紹介にしてもいいし。したら、はい、あんたも1000円もらえるし、いとこも1000円もらえるし。俺紹介しよう。そこに紹介者の名前書くのがなかったですかね。ないですかね。あ、ないね、ないね。ですね。本当は紹介者の名前を作るのがあったらね、喧嘩になるときあったんですよ、友達に。俺の言うときとかね。一応、大体さん紹介してください。じゃあ、紹介者はどうなの？ああ、そうやね。それが一応間違いないです。じゃあ、すいません。ちょっと前半戦合格状況と、塾の宣伝をさせていただきましたので、さあ、あとは真面目に授業しましょう。ちょっと2年生はね、なんか結構 2枚くださいとかね、あと増えてきましたので。20年分。あ、そうです。すごい。ね。一紹介で。うん。順に紹介したら？隣やったらいいです。隣やったら広い。ここ隣30人。ここは実はここを片付けて、これ最大で18なんですけど、俺はここパソコンを使ってしまったんでね、16になってます。はい、じゃあ皆さんこっちに戻りましょう。ですか。あ、一番上にちょっとね、ね、完成テストとなります。数学の手術に入ってます。で、これは、あと取り付けてくださいね。ね、はい、ね。はい、じゃあ、説明が残っていたのは、4番まで説明したよね。もう、あ、数学だったらすみません。4番まで説明したよね。で、5番を見てください。5番。5番を見てください。はい、8等分すると1本の長さが45センチになる紐がある。この紐を1等分したときに1本の長さを巻いていくときに、決めてください。8等分すると1本の長さが45センチということは、これ、紐全体の長さは何センチでしょう？どうしたらいいですか？よい、わかりますか？うん、とにかくね、自分で考えて頭を使うという時代になってきましたので、8等分はね、2等分4回すればいいですかね。8等分しました。ちょっとこっちが短い。はい、でこの1本が45センチだそうです。じゃあこれ全体の長さはどうしたらいいですか？うん、かけな。だよね、だよね。はい、まずこれ計算しましょうね。どうですか？ありがとうございます。360センチ。で今度はこれを X 等分しましょうと言ってるんです。いいですか？これを X 等分しましょう。こうやって X 等分ね、 X とも分けるわけですね。ということはこれ1個が Y センチらしいんですよ。で全部で X 等分です。 X 等分します。さあどういう式になりますか？その通りでしょ。そうやろね。360を X 分で分けるわけでしょ。その分けた1個が Y センチですね。
はい、マイイコール360を X と割ればいい。ということは、これは同位式になりますか？ X が、うん、360。つまりこれ、比例反比例どっちでしょう？反比例。反比例ですね。反比例です。はい、これ試験したときにできた人はどんくらいいますか？これできた。できにやった人は多分こいつじゃないですか？こいつです、ね、まず全体の長さを出さんとできるね。だから実はね、ちょっとだけ応用なんですよ。応用っていうのは2回させるんですよ、計算を。それは3回させるんですよ。何が言いたいかというと、360センチの紐がある、それを X と応用したらって言ったらこれできるわけね。でその前に360を見つけさせるワンクッションがあるわけで、それが応用なんです。実は応用問題っていうのはそれがもっと難しいのは3個4個線とたどり着けんと、そうなっちゃうだけであって、レベル的には大したことないです。ですね。 OK ですか？はい、じゃあその次いきましょう。一本長さが24センチなりの等分数には何等分するべきか。これは簡単でしょうね。360を24で割ったらいいよね。はい、ちょうど割り切れるように作ってくれちゃうはずですから。はい、15ね。だからそれもやっぱこれでちゃんと出すとかんと、出すとかんといかんやったっていう話になりますね。大丈夫ですか？ですか。はい、ということでした。ですね、では、6番を見てください、6番。天体小中とかマーカー塗りましょう、天体小。天体小はですね、実は、天体小ってほとんどしかできるんですよ。左右対称なので。で、線対称ってちょっと勘違いする人が多いんだよね。で、線対称の話をしたいと思います。ここに O がありまして、こんな感じかな。こんな感じかな。こうって、こんな感じです。ね。で、線対称は、これを何と言いますか？この O のことを。何と言いますか？対称の？何だよ。天体小だ、天体小。対象の中心、中心、中心。中心はい、対象の中心というのね。で、実は、これとこれを結ぶわけね。これ結んで、ちょうど正反対のところに持ってくればいいわけです。あ、これちょっと同じ高さやつだっけ。ちょっと図が2枚中。こう、同じ高さのところです。この問題はね。で、とにかく、ここと結ぶわけ。ここと結んで倍したり、じゃあこれ実際に定規で倍する人もいるけど、メモリがついてるんで、メモリでいったりです。例えば 6.1 下がるやったら 6.1 下がるとか、そういうふうにやればいい。これと対称な点をこっち側に持っていくんですね。そしてこれをこう結んでいったら、こっちと同じ図形ができるようになってるわけです。いいですか？大丈夫ですか？はい、で、じゃあこれの正反対はここに来るわけね。で、これの正反対はここに来るわけ。ちょっと印を変えましょうか。ね。そして、こことここを結ぶわけです。ここがここに来てますから。で、ここがここに来ちゃうときには、これとこれを結ぶわけですね。もともとこことこ一緒やつだけ。いいですか？はい。で、今度はこれと、正反対のところ、これもメモリ、何歩行って何歩上がる、何歩行って何歩上がるするとできます。それから何よりもこうまっすぐやったらこうまっすぐすればいいです。ね。で、最後はこことここを結んでゴールになります。ここを結んでゴール。はい。ということなんで、天体小は必ずこの点とこれをこう、この点を結んで正反対に一直線でこっち側を問題になるかと思ってくれる。ということになりますね。線対称は勉強するでも多分できます、はい、そうそうそうね。右と左を左右対称にね、折り曲げて重ねるね。はい、ぐらいにしとって、はい、7番いきましょう。7番いきますよ。いいですか？この辺は大丈夫かな。いくよ、7番。はい、球の体積、はい、球の体積の公式は何でしたか？
V イコール。ありがとうございます。ね、体積は立方センチなんで3センチするというのですね。じゃあ表面積ついていきましょうか。表面積 S イコール。S イコール4倍。きた。4倍 R の2乗。正解。ね。これは何を表すかっていうとね、面白いイメージを持っておいてください。球ってさ、どこ切っても切り口は円なんね。例えば、ここら辺を切ったとしても、こう楕円に見えるやん。こう。っていうと、こっちから見たら円なんです。球はどこ切っても円なんです。じゃあ、中心を通る円で切ると、面積が一番大きいこいつを楕円と言います。まあ、じゃあ、言えばこれ、小円です。ですね。球っていうのは切り口は中心を通るのが一番大きいわけです。で、これの4倍で表面積、この楕円の4倍、これを4枚こう用意してペタペタって貼っていったら、球全部網羅するらしいんですよ。ね、そんなイメージですね。ですか。じゃあ、その次いきましょう。これ大丈夫ですか。あと公式の R に数字を代入するだけですが、これ省きますね。公式を覚えちゃったら大丈夫なんで、ね、あ、ちなみにちょっとだけアドバイス。Q をこれ一辺 9センチなんです。関係が9センチなんですよ。でこれこうした方がいいです。でこれ150ね。でクック81の3倍やったら243ね。やったら暗算でもできるですね。ところがこれ9の30とかやったら、9、30してまた38って寝とっちゃう。これもテクニックの一つなんで、30の時はこういうふうにわざとばらして役目しても大丈夫です。ね。はい、じゃあその次行きましょう。体積を見つけなさいって問題ですけど、はい、これはどういう立体になるかというと、7番。7番の2ですよ。これ、見取り図を書いてもらっていいですか、皆さん。それも見取り図、これ回転したやつなので。当然、このプリントには書けないので、まずこっち側にちょっと ノートでもいいし、この空いたところでもいいし、写してください。一辺が4センチの正方形がありますよね。そして3センチのところまでこうですね。44ですよ。はい、これの見取り図書きなさいって言われたらどうでしょう。どうぞ、ちょっと見取り図にチャレンジしてみてください。見取り図。見取り図にチャレンジしましょう。うん。できた。見取り図の書き方はですね、まず左右対称こっち側に同じ図を書くんですよ。全く同じ図です。あ、同じ図っていうか折り曲げた対称な図を書くですね。こんな感じですね。こんな感じで図を書きます。いいですか。そして回転した様子をこれをこういうふうにこう回転しましたよって感じで、この回転した様子をこう書くわけです。で、こうこうします。ここはもう見えますからですね。はい、こんな感じです。じゃあこの体積を計算する方法を分かる人、体積計算する方法を分かる人、当てませんからどうぞ。うん、大丈夫ね、大丈夫ね。じゃあ計算してみてください、どうぞ。まずは問題読むことから始めてみて
ぶっちゃけていいですか、わかりますか。大きい円柱から中の円錐を引いたらいいよね。このイメージでいいよね。じゃあここの半径はいくらですか。この半径こっち4よね。高さは4。はい、半径は高さが何ですか。そう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 。はい、じゃあ式をちょっと作ってください。どうぞ。式を作ってください。円の面積の公式は何ですか。それは円周です。そうそう、パイ2乗です。頑張れ頑張れ。底面積かけ高さですからね。底面積かけ高さ。さあどうぞ計算頑張ってください。集中集中。尖ったら3分の1、5分の1、パイ R 2乗かけ高さ。ですね。底面積から高さもね、大切だね。はい、OK ですか。花山君、ここ休んじゃったよ。ね。千秋、もうここさ、ここさ、でもできたらもう前のところとまた先を考えていくと。いいよいいよ。多分あんた能力はあんたに、まあね、大丈夫です。もう速さとか鍛えられちゃうから、うちは学校でこんな伸びる人はいるとか持ってないと思う。はい、16の4倍で64倍。16の4倍で62倍。ということになりますね。答えは52倍ということになりました。できた人。できた。できた。はい。これぐらいは簡単なんですよ、本当に。これぐらいできないからです。これできないからです。じゃあ皆さん、究極の追加問題を出したいのは、表面積にチャレンジしましょう。この立体の表面積どうぞ、表面積。ただ、こっちです、こっち。だって、これしかないとか。何ですか。要するに円柱の中がくり抜かれたやつの表面積。表面積です。そう、頑張れ。頑張れ。チャレンジ、チャレンジ。大したことないよ。公式は表面積やき、まあ、使うのはこいつと、それから、そう、円柱の公式は、これこうなっちゃったやん。こうなっちゃったやん。側面積。側面積はこれ何年、ここは何年、ここはこれで一緒やき。これ何これ。練習は2πr。2πr。でも高さ4h。実はここはね、こうなっとったやん。ほら。ここはこうなっとる下は。そうやん。そうやろ。いいやん。そんくらいわかるよ。ね。大丈夫ですよ。じゃあ、あと、これに何かあと1個突き出さないかとですよ。あ、わかった。円周の側面積。おお、そうやん。わかる？ここはこいつやん。上はこいつやん。ここがこいつやん。で、このドーナツ型服やん。あと1個、中にこう。円錐の側面積は、だからこれにあえて書けばこんな感じですか。こんな感じですか。そう、ここのくり抜いたところの側面積。さあどうぞ、これヒントです。はい、頑張れ。はい、これができたらもうかぶれるんです。はい、ですね。体積は簡単なんだ。日本に忘れたいなって
先生と共面積ではないかというハードルはこうであるだろうとして頑張れ頑張れ。例えば、別に寿司をとかお茶屋さんばっかりじゃないやろ、まあ、お茶屋さんもあるんで、そこならマクロなんですけど、マクロさんも出てくるから白いラインはもう危ないね。メスの側面積が1秒でできますよ。5000かける1000かける。あ、そうだ、5000の方変えられなかったね。そうだね、これ5000実はね13だなと分からなかった。ごめんなさい、これヒントやってくれないか。 3C の直角三角形っていうのがあるんですよ実は。じゃあ 3C5 があったら合力しちゃうと、それはないです。ただ 3C5 は3と4だから50005で強いません。はい、そう、3年やったら自分で見つけれって言われるけど、あなたたちには言えない。はい、もう5005です。ということは、側面積は1秒で出せますね。何パイ？すごい、パイ忘れたやつね。そう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 。これとかけるだけですね。最後、半分だなと思ったら、ちょうど時間なのかなと思って。ねえ、じゃあまずこいつからいこうか。こいつはい、R にしよう。次ここ、 H が4かけ2対 R で、こいつですね。こいつはハイ R に乗からハイ R に乗引いたですね。こいつよ。そしてマコクしとくかとりあえず。そしてさっき発表したことはこいつを立てたよね。大丈夫ですか？頑張れよ。これぐらいでカゴいけるんで。何もないんだ本当に。いい、理解できてる。何さんに。このパーツわかるよ。ね、だからクリームの時にこれがあるからね。はい、まだこれ15回。これは答えがないんで、俺も頑張って解説ですから。俺が追加問題出したんですよ。16回から9回引いたらできました。さあ、どう立てるんでしょう。マジかな。どうすかね。これで48やろ。55やろ。ね。まあ難しくはないですよ。面倒くさいだけです。難しくないでしょ。自分発表してくれたら15回とか分かるし。ファイアル以上も知っちゃうし。次、日本語を正しく使われるんです。ちょっと面倒くさいです。ですね。はい。でも今日これがやっぱり忘れてほしくなかったよ、これ。高さと円周かけたら側面積が延長が増えてるんですよ。でもこのレベルでできたら学校でおーすげーって言ってもらえるんで、はい、大したことないですよ。大丈夫ですよ、これ。いいですか？実感できました。はい、じゃあですね、あ、もうこれ7番の2の2とかこいつだけですよ。円錐の側面積なんですけど、こいつだけ、ね、はい、あ、ちゃんと5センチ変えちゃった。やっぱそうだね、変えてないとダメですね。はい、ということでした。大丈夫ですか？はい、じゃあその次は、英語の完成テストをね、おとといは、先生が、あ、花嫁置いちゃったの？あの、これなんか、お菓子じゃないけど、うん、そうそう、あの、中島先生が最後やったんで、それでちょっと休んじゃったんで、ね、ここにちょっと、おいちょこちょみたいな感じだったんですが、いや、俺らはね、ちょっとあの、花束用意してて最後こうやった時にうるっと来たんやけど、我慢したんや。最後、先生から俺にプレゼントだったよ、お世話になりました。もうそこでダメだ。そこで大落ちだったです。やっぱ、はい。ね、やっぱありがたいことですよ、本当。ね、中2の時にうちの塾に来て、で、高校3年まで生徒として勉強して、で、高校生の時からアルバイトもちょっとやってもらったんで、塾生として、とりあえず、まあ、来て9年、ですね、大学に卒業するまで。
で仕事アルバイトで7年ですから、すごい人生の大半をですね、じくっと共に過ごしてもらったことがあってですね、本当に。なんか自分的にはこの、その前にも同じような人がいて、なんか長女と次女をなんか、お嫁さんにやったみたいなこと、ふっとした寂しさがありますね、正直。はい。ね、もう、娘がおるんで、嫁さんのやる気が始まるようになりますけど。じゃあ、英語の方、行きましょう。で、解いてたと思います。どうでしたか、皆さん。まだ全部止めてもらってですか。じゃあ一緒にしましょうか。ね、一緒にしましょうか。いやいやいや、はい、テストを出してください。完成テスト、完成テスト。先輩たちに続いてね、あなたたちも合格していってくださいよ、本当。ではでは行きましょう。本当ですね、バーッといきますからね。指、ハブを何で書いたらいい。ハズね、ありがとうございます。ハズですね、OK。 ユーミファザード It's an end は、はい、I'm の M なんですけど、 M は何やった。 B 動詞よね。 B 動詞の後ろは動詞は何形でしょう。 Yes, yes, yes. B 動詞の後ろは3単元です。じゃない、B 動詞の後、B 動詞の後ろ。現在何形を習ってるんですか。進行形。進行形だから何形ですか。何形。うん、ING をつけますね。ING です。はい、で、メイクに ING をつけるときは、E を消して ING。マイキング。メイキング。もしもし。I'm not making a table now。私は今テーブルを作っていません。次、run っていうのは、彼は公園を走っています。run はどうすればいい？ ing をつけるときは。running は？running をもう一個つけて、running ですね。今年はですね、皆さん英検にチャレンジしてもらいますからね。だから高校のやつ受験に。あ、それはね、大学受験だそうだ。受験に。ですね。まあ、どっちにしても、英検取っちゃったら結構面接の時とかも役立ちますね。はい、はい、頑張りましょう。次、ですね。イエスタデイです。イエスタデイがあったら何系ですか。過去そう、イエスタデイって意味は何ですか。昨日。そう、昨日は過去だね。じゃあ、遠くの過去形は、これ規則動詞なので。そうそうそう。なん気持ち伝わるけど、イドですね、ED をつけてですね、トークチュ、発音はトゥになります。クって、実は無声音って日本語じゃないですけど、喉を詰まらせてクなんですね。無声音なんかっていうと、後ろに母音がないやつです。例えば、ドゥやったら、うー、伸ばしたらうーなんですけど、伸ばしたら何もないんです。発信の無駄がないんですよ。そうそう。母音が後ろにないんです。ですね。で、その時は、ちょっと発音しますね。もう一つは、ストップ。破裂音と言います。破裂音。P。うん。P は破裂音。これも母音がないです。無声音と破裂音も母音がない。だから、トークって、ストップって。で、そういった時は、トゥって発音した方がいいわけです。発音しやすいわけです。ね。で、これも P を重ねて EP なんです。まあ、今言ったように、無声音というのはこういう字です。音が、声がない。そういう意味ですね。母音がない。で、これは破裂音。破裂音は、ですね。この破裂音です。この後の ED は、ちょっと発音。濁らない。トゥとドゥとイドという発音がありますね。ED の発音は、トゥとドゥとイドです。ですか？はい、次。語の過去形は何でしょう。ベント。素晴らしい。ED をつけるのは何動詞と言いますか。書き、聞き。基礎。不規則動詞。こっちは規則動詞。ね。で、形が変わるのが
一食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 一セント。インドはレッドです。あ、セント、セントがセント。うん、そうね。セント、イットがレッド。セントがレッド。他に何があるか。僕は知ってる人。あ、イットがレッド。あれが、なんか一つ変わらないから。これ、これ知ってる。ボイ、ボイ、ボイ。バイ、あ、ボー、そうそうそう。バイ、ボー、これは伸ばすよ。ボーっとって伸ばす。ゴットゴットゴット。ワンミル。ゲット。ゲットどういう意味ですか？取る、取る。手に入れる。そう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 。手に入れた。はい。アベルディー。ワンドラマ。月中とか言ったけどね、その月中とか言ったけど、お前を手に入れたかなんかね。ねえ。もう誘拐犯みたいなやつじゃん。それで、次です。現在進行形にしなさい。2番の1。アキコ、ウィザーブック。じゃ進行形するためには何動詞がいりますか ?B 動詞。あきこの時の B 動詞は ?Is it? OK, OK, OK. Is.Is reading?Is reading. ね。Is reading. R の発音も言ったね。上やでね。Read. あっちょっと歌いながらちょっと勉強しよう。Is reading. あきこ is reading a book. ね。はい、どんどん行きましょう。どんどん行きましょう。My father sings very well. はい、できる。できるは何を使ったらいい can. Can は何して助動詞。助動詞の助動詞の。Thank you. OK, OK, OK. だから S が消える。OK, OK. 語学は訓練やね。言葉は訓練ですか。はい。次。The movie is interesting. はい。B 動詞があるときの否定文は is not.おお、そう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 、is not。あと、短縮形やったら is isn't。そうそうそう。でね、一番して欲しくないのはね、一番して欲しくないのはこれだ。is isn't。動詞2個やった。そう、まあ、こっちは助動詞なんやけどね。こっち助動詞なんやけど、一般動詞と B 動詞が合体したみたいな形になってるんで、一般動詞の否定文は don't でね。don't または doesn't。でした。過去形だったら何人とでしょう一般動詞。didn't。ああ、didn't です。3つあるけどね。don't, doesn't, didn't。ね。ですか。はい、次。I have some CDs。否定文にする。じゃあ、have って何動詞ですか一般動詞。一般動詞の否定文は do, does, did。今回はどれを使うでしょう ?I have の時は。do。そう。で、I don't have ですね。I don't have。俺これ any って言いようかいたなって自分で思うんですけど。そう。サムは普通肯定文、普通の文しか使わんので、疑問の否定文は any に変えなさいって話になってます。ほらほら誰かにサムって言ってるやん。よく感想が多い。ただですね。これは疑問文でサムを使う時があるんですよ。どんな時でしょう。サムタイムズ。いやそれそれ違う。サムティングサムティング。相手に。相手に飲み物とか食べ物を勧めるときは相手がイエスと言いやすいようにサムを使ういくつかいますか、うん、例えばね従来、うん、How much? 食べてほしくなかったら別にサム使わんでいいよ従来が食べ物を勧めるときどうですかっていう言い方だよねはい、これもノートなんですよ、さっといいですか要するに疑問文でも any にしないということです例えば俺この話を先生から説明を聞いたとしたら疑問文で、サムを使う場合とかさなんかタイトルをつけてねこれ文法的に間違いじゃないんですよあえて使ってるわけですよだって相手にイエスって引き出すためには、サムやったら、ああ、肯定文やってイエスやんみたいな感じになるよ。っていう意味だね。だから、従来、サム、どうしようか。ティーにしようか。お茶いかがですか従来、サム、ティーなんす。何らはどうですかなんすね。もう疑問文だから、本来ここはエリーにしたいとこなんだけど、あえてサム。
それはズバリ今言いましたように相手にイエスと答えてほしいから、相手に飲んでほしいから。だから今のところ本当に素晴らしい、サムエリに変えていったら素晴らしい。でこの時が、この時がじゃああえてサムエリに変えないかんかっていうと、これは別に文法の間違いじゃなくてわざとサム使ってるんですよ。ね、でこれが一般的なんです。もう特殊な使い方じゃなくて。いやそのイエスを引き出したい自分ね。だからこうやってこうイエスとリンクしちゃうんで、あ、サムエル、サムエルイエスやん。ついつい、そう、そういう風なイメージです。はい。いいですか？じゃあ、イートプリーズイエスでもないか。あのね、あ、それは命令文よね。命令文よね。あの、普通、プリーズつけても命令文はちょっとしんどいです。食べるみたいに近いんで。どうぞ食べる、食べる。イートプリーズ。そうそう。ちょっと強いですよ、言い方が。で、うってやったらですね、この助動詞が過去形になったら丁寧です。というのも、まあ、そこはじっと聞きたい感じです。いいですか？今のところもメモるんです。助動詞が過去形になったら丁寧ってことは、キャンが、キャンも丁寧です。丁寧になるんです。そうそう。あの、2年生になったら助動詞、2年がね、一番助動詞がたくさん出る学年なんです。助動詞が全部出るんですよ。あのレッスンなんか忘れて、あ、今年教科書ちょっと変わっちゃう、順番が分からんからね。で、一箇所めちゃくちゃ助動詞が出る特集があるんですよ。レッスン助動詞したい。助動詞したい。助動詞だらけなんですよ、そこ。ね。で、もう3年だったら助動詞出ないんで、そこで勉強し損ねたら助動詞が分からんっていうようなレッスンがあるわけ。で、そこにですね、例えば、can you とかあるんですよ。can I とか。これできるやなくて何なしてもいいですかみたいな感じになりましたけど、これを could you can の過去形 could っていうんですよ。そこを書き寄ったらいい。そう、暇しちゃうけん、ワンランカーとのステージを上げない。頑張って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 。でこれ could っていうんですけど、過去形 could っていうんですけど、 could you は例えばこれ、can you 何なしてくれませんかなんですね。 can you はで、これも俺文句言ってる。この話し出したらちょっと言いたいこといっぱいあるんですけど、実はイギリス人がアメリカに渡ってアメリカ軸に起こしたよね。イギリスが船に乗ってアメリカに渡って、あ、コロンブスは結局あの途中で引き返したんで、まあ、アメリカ大陸、アメリコ・ベスプッチっていう人が実は発見して、そっからアメリカ軸名前を取ったらしいんですけど、まあ、いずれにしてもあの聖教とピューリタンという人たちが行ってで作ったんですよ。ね、だけど実はアメリカって英語を、ね、壊してしまった。実はですね、これウィルな、本当はイギリス人はきれいにウィルを使うんですけど、アメリカは全部キャンプさん、これシャダイなんです。あ、メイアイ、これ本当はメイアイなんです。でちゃんと助動詞メイと組んでね、メイとウィルで使い分けてる。イギリス人はきちんとした性格ですから。アメリカ人はもう体力的、あれもうキャン1個でいこう、キャンで全部キャン、ありがてえそうやろね、正直なところね。でこれキャンはウィルとして何々してくれませんかなんですけど、これをクッドに変えたら何々していただけませんか、これだけの違いがある。日本語直したらね。ですか？ can がこっち、could がこっちだ。だから助動詞が丁寧になったら、あ、ごめんなさい、過去形になったら丁寧だよっていう話です。いいですか？大丈夫ですか？というふうに思っちゃってください。だからさっき食べ物を進めるときもね、eat please よりも、流していただけませんかに近い運動を使った方が、どうぞ、どうぞ、食べてください。自分の言い方として柔らかくなるわけ。いいですか？それが説明したかった。ニートフレーズでも悪くはないけど、ちょっときついよっていう話。進め方がきついよっていう話です。まだいいですか？理解できましたか？どうですか？はい。ということでですね、もう一回、これテキストを使い終わったんで、あと一回、春季講座は講座代金いらないので、
教材だけ買ってもらいますので、ですかね。はい。また新しい教材を5回の授業で使っていきますので、よろしくお願いします。で、これちゃんと取っておきなさいね。なんかテストがあるときに復習に使えますからね。そうだね。はい。2年になったら成績バリバリ上げますよ。ね、そうなんです。2年が一番入試出るんで、一番大事なんで。2年乗り越えたら OK なんです。2年の声でも忘れていいですか？なんでそこに来たんだろう？エンジョイ。みっちゃん今ね、3学期の、うん、3年生の3学期の期末忘れてもいいってこと。あ、もうそうだ。3年生の3学期の期末はですね、0点でもない。いや、もうそこでこう。もうちゃんと調査書書いてるんで。はい。それを、しかも、うん、あれなんですよ。試験直前だって、期末とか言うようにやっちゃう人がないんですよ。ね、期末講座だって受験勉強しようかねえかってね。はい、じゃあ皆さん、また一緒に頑張りましょう。4月から月水で行きますんで、ちょっと相談しましょうね。はい、はい、はい。はい、じゃあ終わります。どうしよう。はい。はい、どうしよう。月水が。月水が。よかったらこっちの方よろしくお願いしますね。はい、月まだあと何回か足りないと聞きませんか。月水でいつからですか。4月中旬。4月の4日って言うやつ。4日って言うやつ。来週はあの、春季講座の話をしますからね。あ、ほんま。4月の4日に会うん。21日。